桜井俊樹、現役引退。巨人から戦力外通告を受けた桜井俊樹投手が現役引退を決断したことが23日、分かった。NPB での現役続行を希望し8日に楽天生命で行われた12球団合同トライアウトを受けたが、オファーはなく現役を退く決意を固めた。スポーツ報知の取材に応じ、NPB から話が来なかったら終わろうと、やりきったというのが一番の気持ちです。支えていただいたすべての方々、応援してくださったファンの方々に感謝の気持ちでいっぱいです、と話した。来年からは球団のスカウトに就任する。桜井も引退か。再雇用か、ええな。腐ってもドラ1なんやから面倒見るわな。一応優勝した年の功労者やしな。楽天あたりが拾うと思ってたが、今は育成もあるのにそれでもいらんってことだからな、相当きついやろ。トライアウト誰が拾われたんや。渡辺三又西巻くらいか。仕方ないけど寂しいな。ミスターど真ん中出しばっぴじゃダメなのか。クロンとの名勝負は見応えあったな。少しブレイクした頃は勢いは感じるんやけど投げとる球は普通というようわからんピッチャーやった。今度はあのギラついた目でいいアマチュア選手を発掘してくれ。